ファウンダーで代表の山下です。よろしくお願いします。クリエイティブディレクターの美香です。お願いします。テクニカルディレクターの下村美優です。マネージャーの岩田光介です。お願いします。自分のことを見てくれてる方はそんなに多くないとは思うんですけど、なんかそういう方々になんか挑戦してるなこの人はっていうようなスタイルだったり、美容師としてのライフワークっていうのを見せれたらいいなと思って常に発信し続けていきつつ、まあ、今 SNS ばっかりやってたのでウェブ上にプラス、あとはちょっと泥臭い部分で、ちゃんとオフラインで会った時もなんか自分自身がこういう風にやってるんだなっていうのもちゃんと言葉で伝えられるように、日々頑張ってます。自分と年の近い学生さんだったり同い年の美容師さんだったり自分とジャンルの似てる人たちに刺激を与えられたんだろうなって感じです。自分のデザインを好きって思ってくれてる人は今少数だなと思ってるんですけど、できるだけ多くの人に万人受けはしなさそうだけどなんかいいよねとは思ってほしいので、私は結構広い人たちに何かいいよねと思ってほしいなと思います。スタートする前はジャンルの違うメンバーでっていう感じで、今半年ちょっと経ってやっぱやり方だったりとか客層の違う4人でお店やってて、まあ、山下さん筆頭に刺激し合えるような技術であったりとか知識とか努力の仕方みたいなのを美容室として今なんかフリーランスの方とかも増えてると思うんですけど、やっぱ一個の美容室として発信していったりとかチームとしての動きみたいなのをすごく意識してると思うので、それは一つすごくいいところだなと思います。なんかかっこいい存在なので先輩方がやっぱり先輩方の仕事を間近で見れてなんか自分に落とし込めてるので毎日成長できる場所だなって思います。ありがとう。はい、まあ、自分の作りたいデザインを全力で作ることができる環境だし、そういう人たちが集まってるので、まあ、他にやっぱあんまりないなとは思うんですけど、美容室として、で僕もなんかよくチーム作り、マホダスっていうチームだからみたいなプロジェクトみたいな感じでやりたいなと思ったら、まあ、シェアサロンとかも働いてなんかいろんな場所で育ってきた人たちと一緒に働くっていうのをなんか一つの空間を共有しているんじゃなくてなんか一つのチームとしてやれたらいいよねっていうのを、まあ、みんなによく話すところで言うと、まあ、結構なんかお互いに仕事を見たいし 見せたいわけじゃないんだけどで、まあ、ちょっと見せたいかなみたいなのがあるんで、どうしてもでそこでなんかお互いが全然ジャンル違うし育ってきたところも違うんですけどなんか認めざるを得ないような良さとか、僕ほぼ本当に全く怒らないのでそれでもなんかこの水準があるっていうなんかいい緊張感があるなんか本番の場所みたいな感じが結構あって、僕はそういうチームっていいなと思います。基本的になんか若干緊張感あるよね。なんかまだ探ってるんですよね。なんか半年間ジャンル違いすぎてまだずっと結局探ってる感じがあるところが僕はすごいいいチームだな。今後もこの感じでいけたらいいと思います。フロントショットで撮ってる、正面で撮ってるのでお客様の表情とかやっぱより良い写真を撮るためにやっぱりめちゃくちゃ撮ってます。写真はですごい雰囲気がいい場所がいっぱいあるのでエリアっていうかやっぱ髪色に合わせて場所を変えて撮ってます。エリアっていい言葉。来てくれるお客様が結構自分のスタイルを見せてくれることが一番多いのでそれってすごく嬉しかったりちゃんと見てくれてるんだなとも思うのでそ
こはぶれないように続けたいなとは思ってます。山井さんとか美香ちゃんとかの撮る感じとか見てて、やっぱそのいいものであったりとか、自分が発信するものの質であったりとか、そういうこだわり、一流のものを美容師として発信するっていうところにすごい刺激を受けたので、僕もそこでより共感してもらえたりとか、なんか見たことないものとか新しいものを今後発信していきたいなと思ってます。うん、なんかまあいろんなことが関係して SNS ばっかりちょっとやってるのなかなかあれだなって思いつつも、なんかやることで自分が今こういうのが好きなんだなっていうのが伝わるので、なんかそういうところはまずやりつつも、なんかやったことないスタイルとか見たことないスタイルとかが書くっていうのがなんか必要なのはすごい分かってるので、できるだけそこを求めつつ、なんかいいシェアしたくなるような内容とかを届けつつも、ちょっとキャッチーな方もやりつつも、なんか全然意味わかんなくていいので、なんか自分たちが本当に今これを届けたいなっていう雰囲気が届くようななんか写真がいいなって僕は思うので、なんかもちろん美香ちゃんが言ってた真正面のやつとかもすごい、なんか一時期めちゃめちゃ絶対もうマジで逃げないで真正面で撮ろうって思ってやってたんですけど、なんかちょっと飽きてきちゃってですぐ飽きるので、なんかその飽きたのに合わせてもうどんどん変えていこうっていうのが僕はなんか面白かったりするので、全然その一貫性はないところがもうなんかもうこのままいこうっていう感じでやっていきます。プラスやっぱり動画はやらなきゃいけないと思うので、なんか動画はねコツコツ勉強しつつも、なんか自分なりに自分のペースでちょっとやれたらいいかなって思ってるので、ちょっとそこはこっそり特大の予算かけてやっていこうと思います。その人がやったことないことを嫌じゃない範囲で攻めたい急に飛ばすと嫌だなって思うお客様も多いので、じわじわ攻めて気づいたらすごい変わってるとかを意識してます。服機能性だったり再現性、お家で自分でできるとか、そういうのを結構前から大事かなと思ってたので、そこはブレイズに提案しつつ、最近は今しもちゃんも言ったんですけど、その人がやったことないこととか、僕も長く担当している人とかが多くなっているので、そういう人になんかここに来てこいつなんか言うこと変わったなみたいなのもちょっと大事かなと思って提案してます。ブリーチとかハイライトとかデザインが多いので、まあ、初っ端から攻めたデザイン、新規のお客様にも既存のお客様にもやっぱ攻めたデザインを常に提供しています。本当にお客さんが何にもイメージも何にも持ってこないでお任せでっていうのが一発目の言葉でお客さんが言われて、はい、じゃあこういうか原色とか良くないって言って、じゃあそんな軽くない本当にえみたいなぐらいの感じで、マジでそんなもう決まってたのぐらいのレベルでやるんですけど、なんかお客さんも納得で、美香ちゃんも何気に計画的だなって思うのと、あと全部同じとかに絶対しない、全員なんとなく同じとかないんで、全然全部違うんで、それがなんか見ててちょっと裏あったらマジで見つけようかなって思ったんですけど、本当にないんで、特にハイライトとかめっちゃ見ててかなりやばいよとあ、そうだから結構見ててまた新しいのやってるわみたいなのがあるん で基本内緒なんで、ここは内緒内緒なんで勝手に見て、それ教えてよっつって、ね、ファミチキ汚るからさ、ね、勢い止めたら止まるし、なんかペースを崩さずにやっぱ発信していくとずっと伸びるので、シエと他の業界の方からもなんかあそこいいチームだよ、いい組織だよねっていうのはなんか認めざるを得ないようなデザインを提供できるような集団でいたいなと思って